はい、こちらもね、先ほど紹介した、プレイステーション1のね、ソフトを買った時の予約特典か、まあ、予約した時もらえるかね、要はそのゲームに対する特典、非売品なんですけど、こちらもね、同じお店で、こちらもね、ほら、似たような雰囲気のこのシールわかります？特52って書いてるんで、こちらもね、同じ店で買いました。で、これもね、ダブらしたかったんですけど、当時も今もね、1枚しか持ってないです。で、先ほどね、紹介した、ちょっと名前これ隠しますね。はい、これね、ちょっとごめんなさい。手で隠しますね。はい、先ほどね、紹介したこちら、魔装神器ね、これも52円同じ店で、これもね、オークションで500円の一例があったのと、ちょっともう隠しますね。シールに名前書いてるんで、これ次ね、これにこのシールのとこペッて隠したんで、こちらもね、同じ店で52円で買って、こちらもね、もし興味あったら、ヤフオクのね、落札後のやつ見てみてください。これも約ね、500円と、300円から500円のね、落札の、結果がいっぱいあります。これですね。これも、クロノトリガーの、サウンドトラックって書いてますね。おそらく今言ったように、こちらのゲーム予約した時にもらえるか、買った時にもらえるか。まあ、特別な、非売品ですね。こちらも、もう一個の方もね、両方とも約、10倍になってますね。でね、私こういう感じの、特典的なものとか非売品とかね、もう、まあ、また引っ張り出した時に見させていただくんですけど、1000枚から2000枚ぐらい持っててね、こういう特典的なこの店頭デモとか、まあ、だいぶ買い漁ったのと、ほんでわざとね、ダブらしてるんで、まあ、それを考えたらダブり抜きやったらおそらく、まあ、それでもね、500はあると思います。まあね、そういった感じの商品をね、引き出しの奥から引っ張り出したりとか、まあ、大体がね、僕はナンバーオタロード周辺でね、いつも物を買ってるんですけど、まあ、そこら辺にね、こんな値段でこんな商品ありましたよっていうのをね、昔も今も、どんどん動画をね、投稿していきたいと思いますので、こちらね、プリ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 してるのはしもちゃんなんですけど、こういうね、商品が面白いと思ってくれる方だけで結構なんでね、よかったら、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。